はい、じゃあゲームイズ。はい、お願いします。今回は、はい、近畿の30国の、はい、周回の、編集の紹介をしていこうかなと思います、うん、使うのは、はい、アルセノ2、おやこも2、はいはい、事故る場所は、ラウドラ・アドゥブタぐらいですね、うん、はい、そこをちょっと中心にね、ちょっとね話していこうかなっていうパーティー構成でございますと、はい、で1個前ですね、アラヤをタイガ・サクヤさんと一緒にやった時にですね、うん、アスカマリオを編成していたんですよ、いいね、はい、で、まあ、ここで強いって言われてロイゼだったりもいろいろあると思うんですけれども、うん、今回なんでこの編成にしたかっていうと周回が早い、うんうん、めちゃくちゃに周回が早いっていうのと、あとアルセーヌの SS だったり、うん、その超スピードの部分で動いてくれるところだったり、うん、ちょっと便利なところが多すぎるということでね、今回この編成になったんですけれども、アスカマリが別に弱いっていうわけじゃなくて、その周回の速さを今回ね取ってるような構成になってますんで、アスカマリアレアに勝ちたくて頑張って周回するだったら、うんうん、個人的にはアスカマリとかを入れるのがおすすめかなっていうのだけ先に言っておきますね、うん、アスカマリ実際もここダメージ出ないもんね。出ないですね。ここのマップが楽になりますけどね。正直ここのマップ楽にしたところでって感じがするから。削りやすいもんな。うん、個人的にはまあアラヤ専用なのかなっていうイメージがあるんですね。でこの辺まではもうね言うことは全くございませんので、うん、この辺は適当にいきます。でここからですね。こっからだいたいちょっと難しめになってくるマップになってきますので、ここから集中してやっていきますと。でまず考えなきゃいけないのがですね、うん、この弾の左上の攻撃ですね、はい、この弾の左上の攻撃4って書いてあると思うんですけど、うん、これがビーラの位置移動の攻撃になってきます、うん、なので左下にいたら出てきて、うん、ここに出てきてたら左下に戻っちゃう、うん、それとは別にですね、この天使のドクロマークですね、はい、この天使のドクロマークもこのビーラを動かすっていう攻撃になってますので、これを両方発動してしまうと出てきて戻ってっていう状況になっちゃうので、ここをうまくやってあげる必要がございますと。はい、じゃあ試しにちょっと天使倒してみるんですけど、はい、来た、すると出てきますと、はいと。でここで重要なのがですね、弾の攻撃左上だと2ターンになってますね、うん、なんでこの弾の攻撃でこいつ戻っちゃうんですよ、うん、なのでここで結構ダメージを稼いでいてあげる必要があります、はい、でポイントはこれ結構斜めに入っても結構適当に打ってもここ止まるので、うん、ここをしっかり斜めに入ってあげるのが重要になってきますね。でここ僕毒気にしてません、基本的に。この毒はもうなっちゃったらなっちゃった時なのであんまり気にしないですね。気にしてると結構負けるここ本当に気にしてると本当負けることがあるんで、なるべく気にしないでやってあげるのがいいかなと思ってます、ね、はい、でこれ弾の攻撃で戻っちゃったってなったと思うんですけれども、この天使定期的にこんな感じでね蘇生してくれるんで、うん、まあ、蘇生されたらまたこの天使を吹っ飛ばしてやっていきましょう。僕になったらしょうがないですね。もうね、こちらっしゃるから、こちらっしゃるから、はい、でそうするとまた戻ってくるので、はい、これで攻撃していくって感じですね。ただこれさっき斜めに突っ込んで、まあ、ちょっと一回やってみましょうか。斜めに突っ込んでいいって言ったんですけど、うん、こんな感じでポンと、あ、今ちょっとね俺の角度が悪かったんですけど、超スピードのアルセーヌで突っ込むと結構ね、うん、下にクッて抜け出ちゃったり上に抜け出ちゃったりすることがあるので、うん、極力このおにゃんこポンとかで挟まってあげる方が事故は少なくて済むかもしれないですね。はい、で次このマップ来た。このマップがね結構ね、そのアルセーヌ2だとマジでアルセーヌ2でみんなやらない理由ってここの火ダメージだと思うんですよね、うん、なんでここは本当に気をつけた方がいいんです。はい、もう早く抜けたいもんね、マジでアルセーヌのターンで火力めっちゃ出してる。そうですね、だから逆に言うとこのアルセーヌが2本いるとまあ大丈夫ですね。まあ、今ちょっとたまたま帰ってからが出ちゃったんですけど、ね、本当アルセーヌが2回回ってきたらここ終わります、うん、ってぐらい早いんで、ここ周回がめっちゃ速くなる、めっちゃ速くなるんですよね。これがね、このねパーティーの欠点ですね。これこの段階でレプリクが溜まってないことあるんですよ。あ、たまにあるんですよ。さっきめちゃくちゃアイテム湧いてるように見えたけど、これ結構たまにある本当に。なんでこれは気をつけてくださいと。気をつけようがないですけどね。で、うん、今回の僕のこれ普段一緒にマルチやってるからと攻撃力が違うんでいけるかわかんないですけど、あ、当たりもしなかった。これいつもやってる時の、編成だとこのベースを1回ポーンと
あの上に当ててあげるとこの小僧の方も上の方もワンパンできるような顔ゲルクになってるんですよね。ワンパンやばいな、はい、なんで結構適当に弾いててもいつの間にか両方ともいなくなってるみたいな、うん、なんかここで最初レプリカ溜まってる時はいつもレプリカ使ってあの初手で両方いなくなるってことが結構ありますよ、うん、ワンパンすごいな。なんで、まあ、ここ結構事故りやすいんでね、うん、負けるとしたら大体ここになってくることが多いですね。攻撃痛いんだよな、残してると。そう、残してると攻撃が痛い。で、あいつ出さないとね、回復手段出てこない。そう、回復手段出てこないから、ひたすら削れちゃうっていうね、あれがありますね。はい、で、レプリカ溜まったんで使っちゃいましょうか。アイテムが取れたんでね。大体もここは横適当に打ってますね。基本的に側面返りできたらいいなみたいなイメージで打ってますね。ただこれは基本的にこの今、アルセーヌで今回このレプリカ使っちゃってますけど、どっちかというと、おにゃんこポンで使ってあげた方がいいかな。おにゃんこの方が、そうやった。ベース1回分でね、これ倒すことができたりするので、はい、で、この構成使ってる場合は個人的にヒーリングオールマスターを押してます。ヒーリングオールマスターがやっぱあるとこのやばヒダメージがね、ちょっと抑えることができるんで、で、これ角度は弱点とキャノンユニットユニットをつなぐような打ち方を押してあげると、うん、この暴れてる最中にいずれこんな感じで弱点を殴るようなルートに変わってくれるんで、まあ、これは大体わかるかな。だからこんな弱点とつな、ね、はい、ぐような矢印ですね。平行になるようにしてあげるといいですね。だからこれだったらこの角度がそうですよね、はい、ただ今回はちょっとこっちから打ちますね、理由があってあ、ちょっとずれちゃいました。で、これ気をつけてほしいです。これタイヤに確かついてないとアルセン通んないんですよ。そうね、うん、これタイヤについてないと確かアルセンしか通んないんで、そうそうそう、これちょっと気をつけてほしい。で、アスカマリも一緒です。アルセーヌでも強化次第ではもしかしたら通ったかもしれないんだけど、少なくともアスカマリは絶対通らないと思うので、それはちょっと気をつけてほしいですね、アスカマリは。だここの火力とかだよね。あとここに余裕がない人とかはアスカマリとか入れると余計ここで苦しむことになるかもしれないですね。一旦無駄にしてるようなそう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 になっちゃうから、ね、だからなおさら習慣のこと考えるなら、うん、ちょっと一回抜いてやってみるっていうのもありかもしれないですね、うん、はい、でこっからがどんどん重要になってきますと。はい、こっからですね。極力おにゃんこポン入りしたいです、ここは、はい、なぜかというとここ意外と余裕がなくてですね、これ難しいんですよ、削りが。タコ処理手間取りたくないですね。そうですね、このタコ処理手間取ってしまうとあれなんですけど、おにゃんこポンの1回の殴りがこのイモムシさんの方結構削ってくれるんで、もうなんか適当におにゃんこポン触れてオートジャベリン発動しながらあのイモムシ殴ってれば終わるってことが多いですよね、はい、なんで極力イモムシはね、あの殴れるおにゃんこポンでやってたらいいですね。で、これいけるかな、いけた。これも意識した方がいいですね。この今のなんで普通に斜めで打った方が絶対ザコ処理って今しやすかったじゃないですか。なんで縦で打ったかっていうと、その倒した後のルートでこの村正をねやったりすることができるんで、はいはいはい、そこをちょっと意識してあげると、うん、もうちょっとより使いやすくなるかなと思います。はい、アルセーノ入れてる1本目の理由ですねこれです。はい、アルセーヌ2本編成しとくとここで1本打つことができるんですよ。これが鬼強い鬼強いっす。これがマジでアルセーヌ鬼強いんで、マジで入れといていいんじゃないかなと思ってますね。ここで打って、ちなみに次で打ちます、はい、ってなると、まあ、やっぱアルセーヌ2本編成してることによって、ね、ここでやっぱランダ SS で削りの心配も事故で、ね、事故ってやばいってなることもちょっと少ないし、中ボスの、ね、抜けボスがやっぱ速くなるしっていうので、ね、うん、この結論に至ったって感じですかね。ただね、慣れるまではやめた方がいいですね。最初これにした時すんげえ負けたんで、ラウドラのところで死にまくったんで、慣れてからにした方がいい感じはするけど、ただまた慣れるとやっぱね、相当な強さを発揮するかなって感じですね。あ、これできないかな、ここの方も打ってるな、うん、で、ここのマップに来ますと。で、ここで絶対に意識しとかなきゃいけないのが、おにゃんこポンを絶対に右上か左下に置いといた方がいい。で、今、おにゃんこポン上に上がっていくような打ち方したと思うんだけど、これの理由は、あの上のですね、ドクロのやついるじゃないですか。うん、そのドクロのやつのところに近づけたかったんですよね。うん、はい、なぜかっていうと、このドクロっていうのがですね、こんな感じで、いや、どうですか、誰かもらえた、あ、お客さんもらえた。はい。バフをくれるんですよね、周囲にね。なんでこの周囲のバフがもらえる位置っていうのにおにゃんこポンを絶対に置いておいてください。絶対、これ絶対です。ここおにゃんこポンに一回もバフが入んない状態で抜けたら次のマップマジ地獄見ると思ってください。で、もう一つ目重要なのがですね、この SS が打てる方のアルセーヌにバフがかかってることですね、うん、
はい、で今回これかかってると思うんでこれ打っちゃいますね。でアルセーヌ日本編成の理由もう一つね、これですね、はい、アルセーヌの SS って壊れていますね。これ本来まあ SS 探知園とかがあったりする多分溜まってると思うんだよね、うん、なんで多分もうちょっと簡単にねここはいけると思うんだけれども、絶対にここ SS 打ってますね。1個前とここでアルセーヌの SS を打ってあの素早く突破してあげるっていうのを意識してアルセーヌの編成してるって感じですね、はい、で次このマップと、でこのマップはもう1個前のマップでバフをもらってるじゃないですか、うん、これバフの効果がくっそえぐくて、こんな感じで適当にもうバフ持ってるこいつを拾っていってあげればマジで 1,2 ターンとかで余裕でザコ処理ができます、うん、ほんと適当で OK ですね。なんでここでバフをちょっと取っといてあげてくださいって言ったのが理由ですね。はい、これもは結構まあポーンって適当に打っていればこんな感じでなくなります、ね、はい、でこっからが重要で、うん、まあキラーが来ちゃうんですよ、うん、うん、アルセーヌはすごいこのねキラー M をね2回分今回もらってしまいますので、ここを素早く突破してあげる必要があるんですね。じゃないと死にます。ただ、さっきの言いつけっていうかこのバフを上げといてくださいっていうのをしっかり守っていれば、この後のオニャンコ飛んでたと分かったんだけど、このバフの SS を打てるんですよね、オニャンコがね。はい、でここをこのマップで完結するんじゃなくて1個前のマップから完結されるようにもう想定して作られているマップになってきてますので、バフがあるかないかで難易度がガクンと変わりますの で、 でバフがあるとこうなります。はい、もう適当に言ってもまあなんかやばいことになりますね。こんな感じでダメージがもうバンバン出ますね。はい、で基本的にこれ考えてあげる必要があるのが、まあ敵にいっぱい当たるプラス弱点を殴るってことですね、うん、ここだけ考えてあげればもうほんとコロッと倒すことができるんで、はい、でこれちなみにおにゃんこぽんじゃなくてバフもらってるアルセーヌでも結構同じことができるんで、はい、アルセーヌ使っておにゃんこぽんが1体しかいないって人でも、うん、まあ、そこだけ意識しててあげれば大丈夫だと思いますね。ここで SS 打ったらどうなるの、アルセーヌの SS。あ、ここでアルセーヌの SS は、あれだとやばいです。バフついてるとしっかりさっきの中ボスぐらい出ます。ああ、まあ、そうなんだ、はい。バフがついてないと、かわいそうだと思います。あ、はい、あ、さっきの中ボスほどはない。このボーデランがやっぱ入らないと思うので、ちょっと弱くはなっちゃうけど。でこんな感じ。今多分これすっげえわかりやすかったと思うんだけど、バフがないとこんなんしか出ないんですよね。そう、意外に削れないんだよね。本当に削れないんで、1個前のマップで絶対にバフを取っときたい。うん、絶対にバフを取っときたいんですよね。バフがあるともう本当適当に言っても弱点ポンポンで終わったりすることが多々あるんで、うん、今ちょっと俺の SS の打ち方が下手だったんでインパクト与えられなかったと思うんですけど、うん、そんな感じで簡単になっていくんで、はい、だってまあ初回の時はまあそうですね、慣れるまでがすっげえ大変、うん、だからラウドラでイライラします。ラウドラでイライラすると思うんで、まあそこであれ打っちゃってもいいかもしれないですね。最初の方はレプリカ、レプリカ、うん、打っちゃってもいいと思うし、それこそさっきの毒のやつでサンダーバード落としてもいいと思うし、うん、っていうのがですね、はい、で身の紹介します。今ちょっとピロさんにね急遽借り物してるんですけれども、自分のアルセーヌは同盟撃同撃速同撃に、対水の心得と対闇の心得をつけて、友情ロック無効と必殺無効、下げられる遅延 SS ターン遅延の無効をつけてますと。でここ必須の順で言うと SS ターン遅延無効がずば抜けて1位ですね。はい、で次に対闇、はい、で次タイミズ、友情武功ですね、うん、まあ、タイヤミはアデブタに入る入らないだったり、うん、最後のボス戦の SS の火力に直結してくるんで、まあ、タイヤミ欲しいかなって感じはしてますね、はい、で不屈の必殺がないと、まあ、この唯一アルセーヌを入れてる理由の一番大きな要因である SS が打てないって事件が発生したりするんで、そこをちょっと気をつけたいっていう感じがアルセーヌですね。はい、ニャンニャン、はい、で本来僕ニャンニャンマルチやってる時自分担当しないんでこの身ちょっと適当なんですけれども、はい、遊撃撃撃同撃で、うん、僕と一緒にやってる方はここ三回撃、うんうん、とあと撃撃戦撃撃命撃とかので上げてる感じかな。だから多分1万1000アップで普段やってると思いますね、はい、だこのおにゃんこはあんま気にしないでほしいんだけど、まあソロでやる時のようにタイミズと不屈とこれつけてます。でタイヤミに対する火力はもう十分なところがあるんで、うん、ヒーリングオールマスターで補っていますよって感じですね、はい、でフレンドのおにゃんこぽんにだいたい平明照明だったりがついてるって感じかな、うん、本来だったらこの今ピロさんのからお借りしてるアルセーヌのところが平明照明枠になってる感じね。平明照明速殺のアルセーヌが確か一緒にやってる人が使ってた気がしますね、はい、で守護城はレプリカです、うん、はい、なぜか毒を終わってないからですね。なんでまあ結論から言うと30と
まあ、アラヤ、うん、まあ、いろんなディスコだったりでいろんな人がアラヤ出しててこのキャラどうだったどうだったみたいな動画撮ってるんで、それを全部見せていただいてるんですけど、うん、っていうので、まあ、トータル客観視して僕1回しかやってないんでちょっとやっぱ入りますけど、まあ、ズバ抜けておにゃんこぽんが強いです、うんうんうん、ズバ抜けてますね。やっぱこれは30の周回スピードも含め、あのアラヤでの SS の強さ含め、加速持ってる含め、ちょっとおにゃんこぽんは欠かせない、うんうん、ぐらいちょっと強くなってるっていうのが一つ目で、アルセーヌマジ強い、アルセーヌがほんと強いっていうより、まあ、アルセーヌとアスマリみたいな超スピがずるい、あ、超スピード型が本当に鬼のような強さをしてるなっていう印象を個人的に持ってますね、うん、なんでそこが2つ目で、アスマリとロイゼについてなんですけれども、正直俺ロイゼは30回で結構弱いと思ってて、あ、うん、30回の周回をするってなった時にそんなになんかめちゃくちゃ強くはないなって思ってますね、うん、で、アレアに関してを見るんですけど、あれはラスゲ以外だったらすげえ友情が刺さってるなって印象がありますね。あ、そうなんや、うん、豆がやっぱ友情しか倒せない敵っていうのに刺さってるんですけど、ちょっとオートジャベリンで足りてねっていうシーンの方が多い。なるほど、ね、うん、これオートジャベリンだけでも対応できてんじゃねえのみたいなのがすっごい多いなって印象だと、やっぱアスマリのあの広範囲にはちょっと勝てないなっていうイメージを受けてますね、うん、なんで、まあ、そういうのも含めて別に同種族合わせできるわけでもないんでロイズは抜けたって感じですね、はい、で次ペリノア、うん、やっぱアラヤがこの30のギミックに加えて魔法陣が出てくるんですよね、うん、なんでアンチ魔法陣を持っていきたいっていう意見が結構あると思うんだけど、うん、で、ペリノア2体、ペリノア、ペリノア、オニャンコ、アルセーヌかなんかのパーティーを使ってアラヤでやるっていうのを一回動画見せていただいたんですけど、うん、その人曰く魔法陣なくてもいいやって言ってました。あ、なるほど、うん、これなら30早くした方がいいと思うよっていうのをいただいた、うん、ただもう一人のそのペリノア1位かなんかでやった方はペリノアめっちゃ強かったっておっしゃってましたね、うん、僕どっちの動画も見たんですけど個人的にはペリノアいらないと思いましたね、うんうん、魔王陣になんないストレスがないぐらいなのかな。そうですね、ただその分ちょっと30がちょっとって感じになっちゃうかもしれないですけど、あ、うん、まあ、他のこのおにゃんこぽんとかアルセーヌに甘えてるぜなんで僕は、なんでこういうのに比べちゃうとちょっと火力が足りないかなっていうイメージを受けるかもしれないですね、うん、うん、まあでも友情でしかやれない敵とかは相当強そうですけどね、うんうんうん、あいつとかもね、うん、なんでまあ今回だからキャラより紋章が重要かな正直紋章がすごい重要かな。不屈の必殺はマジであの15セッシュの防御弾無効ぐらい重要になってくると思うし、本当に紋章ゲーではありますね。まあ近畿なんでこれぐらいがちょうどいいと思うんだけど、うんうん、で過激はなおめちゃくちゃ振りたい、うん、過激はめちゃくちゃ振りたいですね。これやっぱアラヤ戦行った時に全員敵が水属性になってきますんで、うん、そこで属性倍率がもらえない分やっぱ過激で補ってあげる必要がありますと、うんうん、まあなんで僕はこれでちょっと周回していこうかなって感じでやってますね、はい、マルチの時はこのアルセンのとこがアスマリになったり、うん、ね、まあ、アルセンのままだったりしてるんですけど、桜井さんとかとやる時は逆にこのアルセンの一本のところがアスマリになったりしてますね、うん、なんで僕自身はちょっとやっぱアスマリ持ってないんでソロでそれが組めないっていうのもあるんですけど、うん、まあ、マルチやるときもこれ採用するぐらいこれがやっぱ早くていいかなって感じはしてます、うん、ただラウドラはさっき言った通り慣れるまで本当に安定しないと思います。これ本当火だめが大きいんで事故るときあるからな、うん、事故るときがすごい多いので、まあ、そこはちょっと気をつけた方がいいかもしれないって感じですね、うん、それ以外のところでちょっと恩恵が多いです。やっぱさっきの SS 見ていただければ分かるんですけど、うん、そうだね、明らかな短縮になってるじゃないですか、うんうん、なんであそこをちょっと意識してあげるといいかもしれないですね。なんでまあ30安定しないってコメント結構いただいてたんで、まあ、仮に今やってる構成っていうのを見せた感じになりますけれども、うん、まあ、今後多分とっかけは出てくるでしょうルーみたいなね、うん、こいつらにはアンチ魔法陣がついたみたいなキャラ絶対出てくると思うから、確かに、ね、うん、でもしばらくはなんかおにゃんこ引かせに来る気しますけど、ね、でもそうね、うん、おにゃんこがもう一時は最上位適正な気がするけど、うん、かなって感じですよね。やっぱ加速持ってね偉いしな、キラーずるいしオートジャベリンがやっぱ強いし、うん、ちょっとずるさはあるよね。だ金太郎にね減速壁つけてほしかったですね。あ、まあ、ちょっと早いですけどね、今ここでポンキャラ出してくるのは早いですけど、ね、出てきたらちょっと救われる人はいっぱいいたんじゃないかなと思うわ、うん、持ってないとは使う出ただろうね、マジで強いだろうね、はい、はい、というわけなんで、まあ、皆さんもね今回るという方もあればいらっしゃると思います、うん、まあ、こういうパーティーで回ってますとか、うん、こういう感じで似たような感じで回ってますとか、いろいろコメントありましたらぜひお願いします。いや、でもSS チェーン向こう本当にうざいですよね。
山下福さん、よろしくお願いします。今回もゲームラジオ B から送りました。ナイフでした。シューシャー。シューシャー。チャンネル登録して。わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録ね。はい。